J リーガー1分紹介。はい、どうもひでです。今回紹介するのはヴィッセル神戸の救世主飯野七瀬選手です。飯野選手の中学高校時代はアルビレックス新潟の下部組織に所属していて、ユース時代はアンダー16日本代表候補のトレーニングキャンプに参加するなどして、その年代の時から活躍していました。そして高校卒業後は関東の強豪である国士舘大学へと進学します。そして大学卒業後は当時 J3 だった雑爆殺群馬に加入します。加入初年度から主力としてプレーし、左右のサイドバックとしてチームに欠かせない存在となっていました。そして2年目はチームとともに J2 へ昇格し、カテゴリーが上がってもさらなる活躍を見せ、そこでの活躍が認められて3年目には J1 のサガン鳥栖へ移籍します。サガン鳥栖加入後も1年目から右のウィングバックとしてレギュラーの座をつかみ、51試合に出場し、サガン鳥栖にとって欠かせない存在となっていました。そしてこの夏、残留争いで苦しんでいるヴィッセル神戸に加入しました。ヴィッセル神戸ではウィングバックから1つポジションを上げてウィングとしてプレーしています。そんな飯野選手の特徴はスピードを生かした突破と裏抜けが武器の選手で、そこからチャンスメイクができる選手です。それにサイドをアップダウンできる豊富な運動量も兼ね備えていて、1対1の対人も強い選手です。そんな飯野選手の今後の活躍に注目です。以上。